分たちもこう流れに乗ってというか、しっかりあの場所でオリンピックの成功をつかめるようにやっていきたいなと思います。でやっぱオリンピックの決定がほとんど決まると思うので、まあ、本当そういう一戦一戦、やっぱ本当に今までも一戦一戦大事に戦ってきたんですけど、本当にさらにここでしっかりポイントを取って切符獲得につなげていきたいなという感じです。先日ではないんですけど、ここまで本当に試合出てる人出てない人か関わらず、本当に自分の役割を出そうってその努力し続けられてるところが本当にこのチームの素晴らしいところだと思うので、福岡大会もみんなで頑張っていきましょう。今日の試合は本当にこう好きなく戦うっていうのがすごい大切だなと思って、例えばブロック今言われたみたいに形を意識して吸い込みプッシュとかに対して吸い込まないようにするとか、なんかそういうサーブで監督からも言われたけどセットの最初から攻めるとか工夫するとか、そういうのが多分明日のカナダ戦にもつながってくると思うんで、まず声止めず足止めず、まあ、いつも言ってることですけど精度高く私たちがコントロールできるところをしっかりコントロールできるように、今日も全員で戦って明日につなげれるように頑張っていきましょう。できることっていうのは本当に嬉しいですし、まあ、すごく感謝しています。カナダはすごく一人一人の攻撃力がすごい高いチームなので、このブロック&リーグっていうところでお粘り強く戦っていけるように明日も全員で勝ちにしたいと思います。まずは誕生日おめでとうございます。オリンピックってまあすごい特別な舞台だと思いますし、ここで切符をつかまないといけないので、この福岡ラウンドでしっかり勝って、オリンピックへの切符をつかめるように頑張りたいと思います。地元福岡であるっていうことがすごくありがたいなと思ったし、ここで開催できるしてもらえるってことが当たり前じゃないので、
くいい経験になりました。いいところはしっかり伸ばして、悪いところはすぐにこう修正するっていうことを忘れず、また明日のカナダ戦に向けてチーム一丸となって頑張れたらいいなと思います。何かのニュース番組でこう明日カナダに勝ったら事実上獲得みたいなやつが回ってきて、それを見て、あ、そうなんだってちょっと思ってました。え、それ見てどうですか、今日なんだ。なんか本当にもう目の前だなって思いました。今日本当に絶対取らないといけないなって改めて思います。え、まあでもまあカナダ勝てば濃厚かなぐらいには思ってたけど、ありがとうございました。まあでもとりあえずか、ね、勝つしかないからね。今日もとり普通にいつも通り勝つだよね。ポイント意識して勝てばいい。そうそうそう、セット率も可能か気にして勝てば、そう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 、いつも通り。今日もいつも通り自分たちのリズムでバレーをやっていきましょう、はい、そして選手、スタッフ、観客全員と心を一つにワンチームで頑張りましょう、はい、ワンチーム、ワンチーム。前に俺はここに就任して、一番最大のミッションはパリのオリンピックの出場権を取る。もうこれが一番のミッションです。で今まで、当然昨日までずっとやってきて、で昨日2セットで逆転されて負けたんだけども、さっき正式にね YVB の方からもう試合、まだオランダから試合するんだけども関係なく日本の出場権が決まりますという通知が来たので、皆さんおめでとうございます。無事決まりました。ということで、あと2試合残してるけども、まあ、少しあの緊張も、ね、楽にできると思うから、まずセルビア戦で、勝って、そしてまた、まあ、そのポイントがあるけども、もしかするとアメリカに最後勝つとランキング5までいける可能性もあるから、まずはセルビア戦で勝ちましょう。はい、以上です。ほっとしましたけど、やっぱ昨日勝って、みんなで喜んで、決定を決めたかったし、でも、この3年間みんな頑張ってきた成果というか、がまずオリンピックの切符を獲得するという目標に向かってやってきたことだったと思うので。
すごいプレッシャーは大きかったんですけど、まずはそのみんなの頑張りが実を結んだことは素直に嬉しいなと思います。勝ち切って出場権獲得したかったなっていう気持ちがやっぱり一番にあるんですけど、まだでも残り試合あるんで、やっぱりそこにまずは標準を当ててやりきれたらいいなと思います。獲得できたことは良かったですけど、でもやっぱり自分たちは勝って獲得するものだと思ってるので、まあ、こうできたことはいいけれど、私と個人としてはこう勝って取りたかったなというのは一つ思います。あと2試合あるので、まあ、そこにしっかりこういいパフォーマンスを出していきたいですし、まあ、しっかりパリにつなげられる試合にしたいと思います。いかがですか？そうですね、やっと写真が撮れました。なんで戦後撮りたかったんですけど、とりあえず本当にたくさんの方に来てもらって、バレーボールに触れてもらって、バレーボール好きになってもらえれば本当に全員以上嬉しいことはないので、そのきっかけになるように、本当に明日はアメリカで難しい試合になると思うんですけど、まず気持ちの部分で負けないように、皆さんの応援の後押しを借りて、思いっきり全てを出し切りたいなと思います。パリーグので掴みに行かないと勝てない試合だと思うので、
もう負けたら終わりになってしまうと思うので、そこはしっかり自分たちが出だしからいいパフォーマンスを出していきたいですし、もう今日の反省というところもしっかり修正していきながらまたやっていきたいなと思います。オリンピック前の最後の戦いになってくるので、こう日本のいいところをどんどん出せるように、コートに立てる人立てない人関係なくチーム一丸となって戦ってきます。